解散しなさい。実験体 A3105 戦車型崩壊銃を撃破。所要時間30秒。右腕が切断されただけで他に怪我はなし。悪くないデータだ。お願い助けて。右の腕が裂けて痛い。まだ痛覚があるようだね。改良が必要かな。でも A310腕なら回復してるだろ。回復？本当だ。右の腕が、それに少しずつ動かせるようにも。でもなんで？君の体には一体の上級崩壊獣の細胞が組み込まれているからね。崩壊獣の強い再生能力も君の体に受け継がれているのさ。だから私も一緒。違う。君は偉大なバルキリーの遺伝子を受け継ぎ、最高位の崩壊獣の力を融合した新世代の人類だよ。テリテリ大勝利。A1 と A2 型実験体には僕のカレンの DNA だけを組み込んだが、完成後5分で溶けて死んでしまった。今回の実験では融合型崩壊獣ビシルの細胞も組み込んだ。 A3 型実験体は肉体年齢が12歳になると肉体の成長が止まるが、培養槽の外でも生きられるようになった。1972年3月28日、